ネタバレどんどん OK ですからね。お、ゴミスいるやん。プロンタ前から言っとるな、アルビ頑張って。ちょっと匠がやっぱり出た後の後ろの左のサイドバックのスペースがちょっと、真ん中このインサイドハーフとかインテリオのとこ捕まえながらこう出ていこうとはしてるんですけども、ここでこう剥がされてまして、でここに対してやっぱ出れんから、マルシーニョとかサイド開いてると思うんで、ちょっと匠の守備が今のところちょっと何度か怪しい時はあるかなって感じかな。まだ前半3分やけど、小島小島うますぎんか今の。小島の今、ゴミスと誰だ、もう一人、山根か、いや違うな、小林かに挟まれても全く動じなかったですね。ビビりますね、あの冷静さ。あれやばいな、もうなんかもうエデルソンみたいだな、シティの。えげつねえな、多分絶対シティのエデルソン見てるだろうな。面白い守備してんな、フロントアレ。なんだこれ、クリスマスツリーみたいな形で守備してる。ここがめっちゃ狭かったですね。こっちまでマルシーニョまで来てて、ゴミスが見て、こっちにボールがある時こんな感じでしたね。で、まあ、1,2,3 フラットで、サイドバックが結構開いてるんだろうな。こんな感じなんだろうな。逆三角形のクリスマスツリーみたいな感じで処理してたな。まあ、今、普通だったらこことか飛び出したりするんだけど、あんま飛び出さなかったですね。ゴミスはね、やっぱ言葉の問題がね、フランス語、英語、日本語絶対わからんと思うし、大変ですよね。小林優がこうについてんのか。かなり前から来るな。いやー、繋ぐのうま。アルビ繋ぐのうま。とりあえずでもフロンターレはなんかとりあえずいるだけって感じの趣味になってるな。なんかあんまり誘導とかできてないし、ああブロック組むっていいと思うかな。すごいなフロンターレ、これ初めて見たな、こんな趣味。もし結構これやってんのかな、どうなんだろう。とりあえずカウンター打てなくないですか、フロンターレは多分まあとにかく今守備がひどい、全然うまくいってないんだけど、フロンターレはまあかなりこのシャドウが2トップ、ウィングが中入ってきて守備してるんですよね。であんまりこう出るなみたいな指示もあったっていう話なんだけど、まあ、こうサイドバックはやっぱ誰も見れないですよ、多分ね。なかなかこう見れないから、こっからこう、多分インサイドハーフがこう出ていってみたいな感じになってると思うんだよね。まあ、結構やっぱ中は空いてないように見えると思うんで、構造上は。まあ、それで、奪いやすくなるっていうのもあると思うんですけど、これだとカウンター打てないですよね。ボールをこう、例えばここで奪っても、みんな中にいるので、普通だったらこうなんですけど、こうなんで、こうとかさ、こういうパスとかこういうパスとかできれば一気にカウンター打てるんですけど、ここだとやっぱ奪った後に普通に真ん中に人がいる状況だから、新潟の頃、このパス、縦パスのコースがなかなか上げづらいっていうのがめっちゃあると思うから、カウンターは多分あんま打てないかなって思います。バックパスとか逃げようとして広げる時間を作るか、なんかするしかないのかなっていう感じ。奪っても結構奪う位置が多分かなり後ろ側 やろうなと思いますね。ミッドフィルダーのところで引っかかるかどうかがかなり肝かな。うわ、うまい。うん、あーやられたわ、ミドルシュートか。シミッチに詰められて打たれ、決められました。入りは良かったんけどな、これで決められちゃうんだ。ゴミスがオフサイド。え、これ関与しとるやろ。ゴミスって小島の視界遮っとるやん、これオフじゃないの。え、 VR 入らんのこれ。あー、え、チェックもしないんか。あー、そう、やられました。失点です。え、これオフでしょ？ゴミス関与でしょ？多分これ。これだったら匠は結構開いといた方がもっと中へ差し込みやすくなるかなと思うけどね。見た感じ。だから匠はまだ、匠とかサイドハーフが中に入ってきても。おぉ！おぉ！入った！ミト？何今の。何起こりましたか今。こっから？マジ？なんじゃこれ。え、ちょっと待ってください。うわっ、うわっ、めちゃくちゃブレてんだけど。なんじゃ今の。すげえ。鈴木浩二よく反応したんですかこれ。あそこからあるんだったらもうどうしようもないよね。でもこれはでも防ぎようがないよな、フロンターレとしては。もうしゃあなくない、これ理不尽ですよね。ゴミスと小林優でストップになったかな、もしかしたら。なるほどね、これだったらその方がいい気はするな、確かに。なるほどね。フォーメーションも変えましたね、前半のうちにね。後ろは楽やろうな、多分。中盤はめっちゃ楽だと思います。あとカウンター打てるとこんな感じで。前半終了。はい、前半終了です。まあ、感想としてはですね、まあ、フロンタルの守備がクソ広かったですね。うん、まあ、多分なんかプランはあったんだろうな。まあ、でも1点取っとるけど、
まああれは結構まあミス絡みだったっていうのもあると思うし、セットプレーやしな、ちょっとまあ流れ関係ないっていうのはあるんですけど、まあとにかくこの守備がやっぱ攻撃にも直結するっていうのがよくわかるフロンターレの、パフォーマンスだったかなと。サッカーでは守備と攻撃がつながっていて、まあそこがかなり影響した前半だったかなと思いますね。まあでもやっぱね、やりたいことはあったんだろうな、引き込んでカウンターと。でも想定外に5ミスが動けなかったっていうのと、あとはまあサイドバック、アルビのサイドバックのちょっと力見誤ったってあると思うね。なんかもうちょっとこうクロスが合わないとかさ、あの結構パスミスしてくれるみたいなのを多分狙ってたんでしょうけど、ある新井と堀米の能力の高さがというのと、あとはカウンター打てないですね、あれだとね。明らかに真ん中すぎるから、もっとサイドとか使わないとカウンター打てないんだけど。ゴミスいない、誰が変わったのこれ。ゴミスとそうだね。ああ、で山田が入ってきたんで、山田と瀬川、はいはいはい。だから多分ここが変わったんですよ。ツートップ変わって、あら、マルシーニョは、こっちか、マルシーニョ、ほんでここが山田で、東の、ここに瀬川って感じですね、はい、あとは一緒ですけど。えげつねえな匠。さあ、うわ、サイドチェンジしとるやん匠。信じられない。あ、見た、おお、すごい、2人かわしてシュート。匠サイドチェンジできんの、マジ。お前そんなことできんかったやんか、お前制限の時に。どうなった、あ、群馬ちゃんが衝撃で割れたわ。匠に驚いてる、群馬ちゃんも、このクッキーも。群馬ちゃんが真っ二つになったんだけど、これがこうなりました。衝撃で。あらい、おお、いいシュート決まりました。こぼれ球、ボレダイレクトボレー、いやー、ナイスゴール。めちゃくちゃいい絵。こんなやつかっこいい。アライめっちゃ喜んでる。ナイスゴール。こぼれ球を大外でアライ、うわー、うまっ。よく浮かさなかったですね。ちょっとアウトっぽくなってんのかな。あーっと、開いた。あー、ひどいシュートやった。ちょっと力入っちゃったかな。フロンターレはちょっとミスが目立ちますね。パスミスがすごい、めっちゃ目立つね。ナイスタックル、ノーファール。嘘、え、これ、え、マジ、あ、手かな、引っ張ったみたいな感じなのかな。え、これでファール、マジか。いやー、大義やらかしたわ。そんなに厳しく、まあでもタックルみたいなことはそんなにせんでもみたいな感じで、あ、ちょっとリスキーすぎたかもしれんな、ちょっと大気のところ。まあちょっとセンターバックとしてはやっぱそういったところがやっぱね求められますからね、リスク管理な部分で。やっていいとこ、やっていいときは悪いときあるから、センターバックはリスクを犯していいときは犯してダメなときがあるんで。いやー、これで PK 取られる。なんか試合の運び方はもう完璧なんやけど、なんか変なミスがやっぱちょっとあるな。さあ、山田 PK。 あっ、決まるか。決められました。いやー、もったいね。なんか別に内容全然こっち勝ってんだけど、なんか本当に2失点しちゃうかこれで。まあこれもちょっと轟でもあるし、フロンターレとはとも言えるかもしれんけど、もったいないな。センターバックにも行ってみたい。おー、いい展開。さあ、太田カットイン。おお、決まった。全部一人やった、太田。うまっ。むせた。うまっ。結構マイナス気味に折り返したからね、ちょっと強いシュート打つの難しいんですけどね、すごいね。いやー、素晴らしい。これは取れんわ。いいシュートだわ。ゴール一回見てないんやけどな、感覚でやってんだろうな。ナイスゴール、ブラボー。鬼木さんが芝生を気にして、まあ、でも後半フロンターレ蹴ってる気がすると全くなくない。なんでかなりミスは多いけどね、確かにフロンターレは。バックパスとか全然使えてないし、で3-1-4-2にしたのか分かんないけど、まあ、なんせこうプレッシングが全然、まあ、でもプレッシング全然でもないけどね、クロスが全然合ってないですし、めっちゃイライラしてんだフロンターレの選手たち。めちゃくちゃ、え、7分長くね、そんなに治療か、お前。もうちょっと早漏でいいんやけどな。な、長すぎてもちょっと嫌じゃん、女の子でなんか長すぎても嫌みたいな子結構おるやんか。遅すぎてもね、確かにね、しんどいっすよね。何分くらいがいそうなんだろうな。まあなん、そんなこと言われてもっていう、まあ、ムードとかにもよるんやろうけど。さあ、クロス来た。やべ、おー、
もうちょっと早漏で試合終わってもいいんやけどな。クリアしろ。シンプル、シンプルでいい。オッケー、終わった。さあ勝ちました。素晴らしい内容でしたね。ダブル、シーズンダブル、フロンターレ、フロンターレにシーズンダブル、まさかの。ちょっとフロンターレちょっと心配になる内容だったな。いやでもアルビの3ゴールはもうマジで全部ゴラスでしたね。すごいね。いやでもフロンターレちょっとこれはきついな。見ててちょっと見てらんないって感じだな。いやお疲れ様。はい、という感じですか。なるほど、お疲れ様でした。じゃあこれで終わります。